バッターボックス、今日がこれが初スタメンと今シーズンになっています大崎裕太郎です。代打で2打数の1安打という今シーズンここまで。で、浦野に対しては3打数1安打と1本打っています。立ち上がりの浦野を見て、決して今日は調子がいいというわけではないとおっしゃっていた三山さんですけれども、まあ、2回になってもね、甘いボールは結構ありますけどもね、際どいところですが、では上がりません。フルカウントになります。フルカウント、これはいい当たりですよ。伸びてライトスタンドに入りました。今シーズン第1号、田辺監督の先発起用に応えました大崎です。今シーズン初先発ゲームで先制のソロホームランを放っています。いやー、しっかりと起用に応えましてね。そうですね、まあ、これは田辺監督も嬉しいでしょう。これは三山さんのこの大崎のバッティングセンスにはキラリと光るものがあるとって言いましたが、これはもう、ね、大崎も169センチ、はい、まあ、この大崎もどうでしょう、森に刺激を受けているんでしょうか。まあ、でも、ライオンズの、いや、もうパリーグのね、もしかしたら12球団全部の選手がね、刺激を受けているところあると思いますよ。ちょっと考えさせられますよね。